はい、どうも皆さんこんにちは。ところで、ダイパリメイクはやってますか？まあやってる方がほとんどだと思うんですよね。だってさ、やってなかったら動画見ないと思うから、多分この動画を見てるっていうことは大体の方がやってるんじゃないかなと思ってます。対戦はされてますか？まあダイパリメイクも発売してからもうなんだかんだ言って約2ヶ月っていうことで、まあポケモン厳選も終わったわっていう方が比較的多くなってきたんじゃないかなと思ってます。どうでしょうか？まあ僕もですね、まあポケモン厳選はまあ比較的終わっていて、でポケモンの育成も割と進んでいるんですよ。まあここら辺は対戦用のポケモンなんだけどさ、動画でもちらほら出てきたポケモンたちがいるんじゃないかなと思ってます。まあ結構な数ポケモン育成しまして、対戦用のポケモンは今でもう全部で30体ぐらいかな、まあ30体ぐらい作ることに成功しました。で今ですね、新たにランタンだったりとかグランブルだったりとかスカタンクだったりとかソーナスだったりとか、ここら辺を新たに育成しようと思ってます。そして現時点でだいたい100戦ぐらいやってるかな。多分動画でも全部で40戦ぐらいすでに上げていると思うんですが、ダイパリメイクのオンライン対戦はちょうど100戦ぐらいこなしました。でその結果気づいたことを今日はそこについて話していければなと思ってます。ですので、まあ雑談形式の話になるかな今日は。ですのでラジオ感覚で聞いていただければと思いますね。よろしくお願いします。あとですね、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。さあ、ということで話していきましょう。まずですね、対戦部屋っていうことで6350-4649 部屋、こちら皆さんご存知でしょうか？まあこちらの番号の部屋なんだけど、コンセプトとしましてはいつでも対戦ができる部屋っていうことで、まあ詳しくは過去動画ダイパ対戦部屋で調べたら出てくると思うんで、もし気になる方はぜひそちらの動画もご覧いただければと思います。でこの6350-4649部屋っていうのは対戦したい人が集まってくる部屋なんだけど、ここでだいたい100戦ぐらい潜りましたと、まあ冒頭で言った通りですね。でその結果様々なことに気づいたので、今日はこちらについて共有していきましょうか。でまずですね、率直に感じたのが、100戦やった結果パルシェンが思ってるより少ないっていうこと、こちらに気づきました。あとグライオンもめちゃくちゃ少ないよね。まあ少ないじゃなくて多分めちゃくちゃ少ない気がするわ。まあ例えばパーティーに入っていたとしても対面することもほとんどないんで、おそらく100戦やって今まで何回ぐらい戦ったんだろう。下手したら5回も戦ってない気がするな。まあそれぐらい使用率っていうのは低くなってます。ダイパリメイクって発売した当初はパルシェン、グライオン、キノガッサ、こちらが、まあ、三強って呼ばれていたと思うんですよ。ただ蓋を開けてみるとパルシェンとかグライオンって今ではかなり少なくなってますよね。まあ、対戦動画とか見ていただければわかると思うんですが、パルシェンに関しては多分ね1戦ぐらいしか動画上げてないんじゃないかな。パルシェン対面の動画は、まあ、単純にパルシェン自体が出てこないからさ、本当にパルシェンが少ないんですよ。確かに自分の使ってるパーティーの相性もあるので、そもそも一概に言うことはできないと思ってはいるんですが、ただ一方でそもそも最初の6体の中に入ってない機会が多いからね。まあこれの理由っていうのはいろいろあると思うんですが、単純に対策完全にみんなしてるからさ、パルシェンとグライオンで逆にカモなんですよ。なので相対的に今は少なくなってるのかなと思いました。まあ正直パルシェンとかグライオンってさ、もう何やってくるかも頭の中で分かってるし、もう完全に読めるじゃないですか。だから逆に少なくなってるのかなと感じました。あとはですね、まあ対策していてもパルシェンとグライオンでとても強いポケモンではあるんだけど、今作っていうのはランクマがございません。要するに数字がかかってないんですよ。でこの数字がかかってないっていうところが大きなウエイトを占めてるかなと個人的には思っていて、やっぱりその数字を追わなくていいから、一般的に強いと呼ばれているポケモン使用頻度が若干下がってるのかなと思ってます。ただ一方でハッサムとかガブリアスとかかなり多くなってはいるんですけど、やっぱりこれっていうのは育成しやすいっていうのもあるんじゃないかな。多分それもあるんじゃないかなと思ってます。まあ、特にグライオンに関しては夢特性も必要だからさ、来るのが割とめんどくさいわけよ。まあ、パルシェンもね、まあ、そんなに難しくはないっちゃ難しくはないんですが、
ただやっぱりハッサムとかガブリアスって敷居がかなり低いんで、あとはどのポケモンにも比較的対応できるから使ってる方が多いのかなという、そういった印象ですね。あとはエアームドとかラティオスも最近かなり多くなってきましたね。まあ、特にエアームドかな。まあ、日頃から対戦されてる方ならわかると思いますが、エアームドがね、めちゃくちゃ多いわ。多分ね、使用率に関しては厳密には計算してないけど、おそらくトップ10には入ってるんじゃないかなと思ってます。特にガチパにエアームドが入ってる機会がかなり多くなってるから。まあ、やっぱりこれっていうのは、今作は物理アタッカーが多いっていうのも、一つ理由になってるのかなと思ってます。そうなんだよ。物理アタッカーがね、非常に今作多いから、相対的に物理受けのポケモンが強くなっているんですよ。なので、エアームド使ってる方が多いのかなと思いました。まあ、タイプも優秀だし、あと、補助技も豊富だから、そう考えるとエアームドって相当優秀なんですよね。あと、ホエールも使うことできるしね、ステロも巻くことできるし、まあ、非常に汎用性が高いと。で、なおかつ使いやすいから、エアームド使ってる方が多いのかなと思いました。ですので、それを踏まえると、今の環境って、まあ、機能ガスター、ハッサム、ラティオスが3強じゃないかな。まあ、ガッサに関しては、初期の頃と比べると、だいぶ減ってはいる気がするんですが、ただやっぱり使用割合っていうところを考えると、まあ、相対的にかなり多くなっていると思うんで、まあ、ガッサ、ハッサム、ラティオスかな。ちなみに、ダブルバトルの世界大会では、ハッサムが使用率ナンバーワンだった記憶あるわ。確か 51% で、2人に1人はパーティーに入れてるっていう、そういった状況でした。で、キノガッサも使用率がかなり高かったんで、世界大会でも。ですので、このダイパリメイクのランダム対戦でも、キノガッサの使用頻度っていうのは、やっぱり高まってますね。まあ、ガッサ入れといたら、どうにかなるっていうのもあるから、多分そこも大きいのかなと思っております。あとはですね、マイナーポケモン使ってる方が比較的多くなったなっていう、そういった印象ですね。まあ、特にここ1週間ぐらいかな、マイナーポケモンのパーティーで潜ってる方がかなり多いなと思いました。多分ね、これ感じてるのは自分だけじゃない気がするな。まあ、これっていうのは冒頭でも言った通り、やっぱりその数字がかかってないからさ、自分の好きなポケモンとか、あとは、レート戦では絶対使うことができない。でも、それを使うことが気軽にできるわけだから、まあ、こういった機会っていうのはとてもね、貴重だと思うんですよ。多分そういった背景もあって、まあ、普段使わないポケモンとか、まあ、ガチパには絶対入れないよねっていうポケモンを使ってる方が多いのかなと思いました。まあ、かなり多くなってるイメージがあるわ。特に最近ペラップよく見ますね。ペラップであったりとか、あとはま、グランブルとかか。そう、グランブルもね、最近よく見るんですよ。まあ、特性とか種族値も、ね、比較的優秀なんで、強いポケモンではあるからさ、そう、マイナーでもね、強いポケモンでたくさんいるから、まあ、そういったポケモンを使って対戦できるっていうのも、このダイパリメイクのいいところでもありますよね。あとは、たまにですね、対戦人口とか、まあ、ダイパリメイクをやってる人が減ってるんじゃないかっていう噂が、まあ、比較的、広まっていると思うんですが、ただ体感的にはね、そんなに減ってるようには思えないかな。まあどちらかというと、ライトユーザーがごっそりと抜けたのかなっていう印象ですね。あとはですね、対戦人口が減ってるっていう噂が、まあ、最近広まっているわけなんですけど、まあここに関しては正直ね、あまり感じはしませんね。まあ単純に、まあ、ライトユーザーが減ったっていうのと、まあここに関してはどのゲームでもそうですよね。まあストーリーだけ越して終わりますみたいな人が比較的多いと思うんで、まあそこら辺の層が減ったから、まあ相対的にダイパリメイクをプレイされてる方が少なく感じるのかなっていうのと、あとはガチ勢ですね。多分ガチ勢の方は剣盾に戻ってる方がかなり多いと思うんで、まあそこの層も減ってるのかなと思ってます。なので、まあ中間の層はまだダイパリメイクをこうやってね、バリバリやってる人が多いと思うから、で、その証拠にいつでも6350-4649部屋マッチングするんで、で、特に今まで対戦で困ったこともないから、まあ、そこまで、まあ、対戦人口っていうのは減ってないのかなと思いました。もちろん、ダイパリメイクの人口っていうのはかなり減っているとは思うんですけど、ただ、いつでも好きな時にマッチングするから、対戦人口はそんなに減ってないんじゃないかな。まあ、そういった印象ですね。あとは、対戦部屋なんだけど、日本人より、海外の人がかなり多いなと感じました。ですよね。多分同じように感じてる人多いんじゃないかな。まあ時間帯にもよると思うんですが、ただ日本人ってあまりいないよね。まあこのポケモンもですね、
日本で売れてる本数より今となっては世界で売れてる本数の方が多いわけだから、まあ当たり前っちゃ当たり前ではあるんですが、やっぱりそのランダム対戦、まあランダム対戦じゃないかこれは、まあオンラインとかで遊んでるといかに海外の方が多いのかっていうのがわかるよね。まさにグローバルゲームよ、ポケモンっていうのは。まあそんな感じかな。あとですね、日本人は剣盾に出戻りされてる方が多いのかなと思いました。特にね、最近剣盾の対戦動画とかが比較的増えてきたなという印象があるんですが、やっぱりその実況者とかもみんなダイパリメイクじゃなくて、どちらかというと剣盾に戻ってる方が多いのかな、どうでしょうか。まあ人によると思うんですが、まあ明らかにダイパの発売当初と比較すると減ったなという印象はありますね。はい。ただやっぱりそう考えると、まあ盛り上がりっていう部分だと、まあランクまであったりとか数字を追いかけるとか、そういった数字の要素っていうのは、まあ、重要なのかなという、そういった印象ですね。そうなんだよ。結局なんかね、中長期的に、まあ、遊べる環境、それを整えたいんであれば、やっぱりランクマとか数字の要素っていうのは重要なのかもしれませんね。まあそれが足かせになってプレッシャーに感じる人もいるかもしれませんが、ただやっぱり盛り上がりっていう観点からすると、まあそこってすごく重要なのかな。うん、まあそんな気がしましたね。あとはレジェンズアルセウス、こちらがですね、直近の動画でも取り上げていると思うんですが、あと2週間ぐらいで発売でござる。そうなんだよ、あと2週間ぐらいで発売なんで、ぜひ皆さん購入しましょう。ちなみに早期購入特典もレジェンズアルセウスあるので、こちらについても皆さん確認が必要ですよ。まあ発売日が迫ってきたっていうことなので、また別途レジェンズアルセウスの早期購入特典、あとは店舗ごとの購入特典かな、そこについてまとめた動画は別途投稿しようかなと思ってます。ですのでもしよろしければ、これを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。よろしくお願いします。まあそんな感じかな。まあ今日は雑談形式っていうことで、まあダイパリメイクが発売して2ヶ月経って感じたことで、今のダイパリメイクの対戦環境について、そこについてお話をさせていただきました。ただまああくまで今日話した内容っていうのは個人的に感じたこととか、ないしは個人的な見解が多く含まれてるんで、そちらについてはご了承ください。ですので参考程度に受け取っていただけると幸いですね。ただ自分自身としてはそう感じてるけど、それが本当かどうかって言われるとわからないというところですね。まあそこのところだけご認識をお願いいたします。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうかね。最後になりますがチャンネル登録だけよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあのー。